札幌独立協会札幌独立キリスト教会は内村勘蔵らによって創立された札幌市中央区第2西22丁目にある単立教会である札幌農学校の第1期生が WS クラーク教頭の影響を受けてクラークの作成した禁酒禁煙の制約者イエスを信ずる者の制約に署名したさらに内村肝臓、二戸ベイ蔵。 宮部金吾たち二期生も一期生の勧誘により署名した。これが日本のプロテスタントの三大源流の一つである札幌バンドの始まりである。一年後に二期生15人のうち7人が米国メソジスト派の宣教師 MC ハリスに洗礼を受ける。この7人と最初の2年間加わっていた1人を加えた8人が一期生の集会を手本として 小さな集会を持った。この八人が自分たちの教会に対して、同一の権利と義務を持つこととして、日曜日ごとに、会員各自が、礼拝の司会者、牧師の務めを行い、他は、会修として参加した。さらに、上級生との連合聖書研究会、毎週水曜日の週刊議等会を持った。札幌独立教会を訪れた、内村千八1881年に、 内村勘三たちが卒業すると同時に、教会は解散して、全員新しい教会に合同することになった。しかし、内村勘三たち理想主義的求心派は、メソジスト派などの各教派を離脱して、新教会の形成を務めた。そして、翌1882年1月に、札幌独立教会として、新教会が誕生した。これは、 教派から独立した日本最初の日本的、教会であった。34人の会員の負担により、多額の負債を返済して、同年12月28日に、明日ともに独立した。そして、1885年12月に内村と藤田久三郎の設計により、新街道が竣工された。その街道は1920年まで使用された。1907年、 エビナ団状の推薦で、竹崎八十優が牧師になる。竹崎は内村たちとの考えの違いから1917年に辞任して留学する。今日では札幌市中央区で単立、札幌独立、キリスト教会として存続している。日本キリスト教歴史大辞典835ページ。ありがとうございます。